選手の時の試合で印象残ってるのはジュビロと万博競技場で打ち合いになった、まあ、その頃ジュビロがもうすごく強かったし、まあ、その試合とあとは、長男が、生まれる出産で妻があの地元の熊本の方に帰って生まれる直前の試合で僕が点取った試合は覚えてますね。アカデミーの選手が、トップチームに上がったり、世界に行って活躍している選手も多いんですけど、やっぱトップチームのメンバーの中にもっともっとアカデミー出身の選手の割合をやっぱり 50% 以上 60% がうちのアカデミー出身だよっていうクラブになれるように一人でも多く、トップチームに上がってチームを支えて活躍できる選手を増やしていけたらなと思います。アンダー23やりながらその、まあ、トップみたいに何万人っているわけじゃないんですけど、やっぱりコロナになる前とか練習の時もそうだし試合の時もそうだし普段もそうだし他のチームにないすごくいい距離感っていうか愛情すごくもらったなっていうのがもう本当に去年まで2年間すごくでこれはもうお世辞抜きにしてああなんかすごくありがたいなと思って本当に応援してもらってるなと思ってまあだからまあこういうスタジアムもそうだし、まあ、僕が選手の頃とはもう環境が雲泥の差だからやっぱりこれぐらいのクラブになる要素はそういうとこなんだなっていうのはすごく感じました。23やらせてもらってる時も言ったんですけど、まあ、選手はアンダー23で成長して、まあ、うちのトップチームで活躍できたら一番ですけど、まあ、他のチーム行っても戻りたいって思えるような、まあ、僕自身もそうですけど、まあ、簡単に言うとあの実家みたいなところでやっぱりそこで生まれてそこで育ててもらってで、まあ自分が成長するために飛び出してはいきますけどやっぱり最終的には戻りたい場所だなっていう風に選手にもなってもらいたいし僕自身も、ずっとそういう思いではいました。